はい、こんにちは、ジャンゴです。ね、これね、ちょっとね、一回撮るのに失敗してしまって、撮り直しております。で、撮り直せない部分っていうのが、まあね、リーグが終わったっていうことで、チケットガチャをね、引いたんですが、はい、ちょっと撮り直しなので、そこ再現できないです。全部星2だったんで、全く問題ないんですけど、まあ、ちょっとね、いやー、なんだったんだろう、あのエラーみたいな感じで、動画が保存できませんでした、みたいなのが出てきちゃって、ちょっと撮れなかったですね。まあ、当たりが出なくて、ある意味良かったのか、まあ、良くはないんですが。で、最近のことで言うと、復刻のね、アルゼンチン遠征イベントと、あと、ロベルトノート収集だったり、特訓素材収集集めたりだったり、この辺をやってますという感じかな。うん。で、ガチャはね、しばらく回してないっていうか我慢してるおかげで、あんまり戦力アップできてないので、全国大会チャレンジは、相変わらず、東方学園がクリアできませんというような状況になってますと。うん。そうだね。あとはね、なんだろう。まあ、最近、微妙に虹玉をね、配り始めたなという。1500とかね、今日配ってたんでね。これとかはね、結構大きいんじゃないかなという。まあ、ゴール数に応じて虹玉を配布するキャンペーンを行っています。先日行われた試合によって3ゴールを決めたため、お客様全員に虹玉1500をプレゼントボックスに配布しましたっていうね。まあ、くれれば正直何でもいいんだけど、これ何の試合で、どこのチームが3点取ったのかっていうのを書かないと、全く、なんて言うんだろう、応援になってないんじゃないのっていう気がするんですけどね。まあ、いいですよ、別に。どんどん虹玉を配ってくれる分には。まあ、これの前にもね、1ゴール決めたため、500虹玉プレゼントですっていうね、これもね、やっぱりね、何の試合でどういうチームがゴールを決めたから配るのかっていうのが全然書かれてない。これでなんか応援になってるのかみたいな。まあね、なんか、あれでしょ、きっと、スポンサーじゃないけど、応援してるチームの、っていうか、これなんだろう。いや、本当にね、全く情報がないと、ね、実際、リアルのサッカー、あまり詳しくないので、わかんないよ、みたいになっちゃってるんですけどね。うん。っていう感じかな。うん。まあ、こんな話を冒頭にして、じゃあ、リーグでもらったレアガチャ引きますかって言って、ポンポンポンってやって全部星2でっていうのが、まあ今回の動画でしたっていう感じなんだよね。まあ撮り直しになっちゃってるんですけど。でね、今回ね、リーグね、まあ今回っていうか先週ね、あんまり、相手こだわらず適当にやってたら、ちょっとね、普段よりも順位が低くてね、まあ、300位以内すら逃してしまったと。まあ、いつもね、ギリギリ100位以内に入れないぐらいだったんだけど、まあ、今回は300位とかになっちゃいましたって感じかな。で、まあ、一応300位の人との差っていうので見ると、4500の3900だから、600ちょっとっていう感じかな。だからま、650ぐらい漏れれば、変わったかなぐらいのとこかな。まあ7日間で70試合、1日10試合ということで、まあ70試合で、まあ650ポイントだから、まあ1試合につき10ポイントぐらいずつ得してれば300以内だったんだね、みたいな感じかな。まあただね、報酬で見たときには、300以内と、300位以内じゃなかった時との差っていうのが、プラチナメダル50枚、リーグメダル100枚、チケット1枚なので、まあ、ここそんな大差ないよねっていう。まあ、やっぱりね、レインボーメダルがもらえるかどうかが大きいと思うので、まあ、いつも100位以内1回もまだ入れてないっていうことがあって、まあ、100位以内を逃してる以上、300位、のラインはあんまり関係ないかなと正直思ってるので、まあ、ここは、まあ、OK ですって感じかな。まあね、チームもね、ガチャ回してないおかげで、だんだん、他の人たちの方が強くなってきてると、勝てなくなったり、点数がね、多く取れなくなったりしてきてるってとこがあると思うので、
まあだんだん順位落ちてきちゃうのはしょうがないかなと思いつつ、やっぱりねちょっとまあガチャ回したいなっていう気持ちもねするんだけどね、石崎の次ね技能持ち誰が来るかなっていうのによるんだよな。松山とか相田とか来るんだったらそっち回したいかなとかね、もういっそそれすらスルーして技能持ちのキーパーが出るまでずっと貯めとくっていうのもちょっと候補としてはあるかなとすら思ってるんだけど、でもねそれだとね動画にできるところがねなかなかなくなってきちゃうなっていうところで悩ましいかなと思ってるんですけど、まあねガチャチケットからでもいいから戦力アップするようなスキルを取れれば、うん、それが一番なんだけどね。なかなか星3すら出ないし、星3出てもまあね今の状態でまあ森崎とか昔のワンハンドの頃の若林とか引いてもねちょっと戦力とは関係ないかなみたいになっちゃうからね。うん、というわけでまあ今回はこんな感じで終わりにしようかなと思いますっていうかね、まあ、まあ恐ろしく中身がないんだけどしょうがないよね、何かしら進展がないからね。まあちょっとね引きたくなるガチャをっていうかね、技能持ちのキーパーが出てくるんだったらね引くよさすがに。その辺ちょっとねよろしくお願いしますっていう感じかな。まああと復刻イベント、まあ今ねイベントだらけなのでスタミナ足りないからこれ以上イベントを追加するっていうとかのとかはいいんだけど、みんなで助け合ってやるものなんだ。でもまあそろそろ復刻イベント以外にもねなんか新しいイベントあるといいかなとか思いますよね。まあこの辺今はねちょっとスタミナが足りないぐらいなのでいいんですけどね、終わってからね。まあ6月6日とか6月5日のメンテがおそらくこの時あると思うので、その次に来るイベントはね何かちょっと真新しいものが来るといいんじゃないかなということで、今回はこれで終わりにしようと思います。今度はちょっとねちゃんと動画撮れててほしいなということで、ありがとうございました。ではよいしょ。